近代ユニバーサリー皆さんこんにちはこんにちは山内大二です、うんえー、今日はですね経営学部商学科広田明一先生にお話を伺いします先生よろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします、えー、先生最初からあれなんですけど、はい、世の中商学部の大学と経営学部の大学あるんですけど近畿大学って両方持ってるんですよそうなんですよ、うん、でどっちもビジネスを勉強するんだろうなっていうのはわかるんですが この小学学科科と経営学科何が違うんですかあそうですねあの経営学科と小学科の違いあのこれよく聞かれる話なんですが経営学科っていうのは基本的には会社の,、まあ、あの運営の仕方うまい運営の仕方、えー、それと競争のうまい仕方これを基本的に一言で言うと学ぶってことになります。小学科の方は基本的には取引の仕方を学ぶ。 ということですよね。で取引っていうとなんかや、うん、なんかネガティブなイメージしません山口さん。なんかちょっとねっ下袖の袖の下みたいなイメージがあるんです。実は取引っていうのはそう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 。そで実はお金と物との交換まあ基本ベースは物、はい、元はもとも物と物との交換をまあ取引と言ったのでなんかを交換することなんですね。 基本的には経済の循環ってこの交換の回数が多ければ多いほど経済が活性化していくということになるので、小学科の方は基本的にはこの取ま引あのバリエーション、どういう取引の可能性があるかということを学んでいく、そしてその取引をうまく行う方法について学んでいくということを小学科の特徴としています。に目指すとと両方とも経済の循環につなげていくという が片この経営学科の方は会社の組織をまあ効率的に回しながら、まあ、ある面で取引を効率的に行うというところにつなげていきますし小学科の方はこの取引というあの他人ですよね、取引っというと他者が相手になりますから基本的にはここの部分を積極的に行う方法を学ぶというところは違いがあります。はいはい この小学を勉強することで、はい、いい会社に入れたり、社長になれたり、お金持ちになれたりしないんですかもちろん、これはなれます。えー、というのはす、ね。 ね、もちろんこれ取引というのはですねすべての経済の基本ですよね。ですからこの取引のの方をまを習得して自分でできるようになればこれ起業家になれますし会社というまあ大手の組織まあ大きな組織だとかあるいは伸びている会社に入っても求められる人材っていうのは基本的にはこういった新しい取引の様式を開発できるような人材であったり今ある取引を よりうまくやる方法をうまく作れるような人材、これ、求められてますから、小学科で学ぶと、そういったところの会社にも行けるし、企業も行けるとこういうい形になります例えば、小学科を出て、まあ、会社に入ったときに、うん、その近畿大小学科の卒業生が、ですね、はい、このビジネス、こうしたらもっと良くなるんじゃないですかみたいなことをやって、うんこう、自分の会社をもっともっと発展させていったり、まあ、自分自身がスキルアップしていくみたいなことが学べるんですか。 そうですねこれからも,もちろんそういったことを学べるのがまさしく小学科になりますよね。ですから起業する学生ももちろんいますしあすまあ、そういったあのまあ、会社に入って活躍している、まあ、先輩卒業生もたくさんいますよね正直近畿大学経営学科もあるんですけど、はい、どっちがいいというのはちょっと聞きづらいんですがどういうふうにその 両方受けるんですか皆さん受験生の方ああとあの平肝と言われるですね二つの学科を両方受けていただくケースもありますでえっ、ー、とですからまあ選択で迷われたりあるいはまあ片方しか合格できなかったっいうケースもあるのでえっ、ー、とそれはまあある面でその時の成績次第という形になりますがあのー、多分アプローチは一緒なんですがあのーはい、まあそちらに合うかどうかはね入ってからあのー 習得してもいいと思いますし、えー、と個人的に思うのはやっぱり小学科かなという気がします。というのは取引の仕方ってやっぱり身近な問題を結構扱うんですね。であまり悪口言っちゃうとあ,の小学あの経営学科の先生に怒られちゃうんですが、はい、か会社の組織ってやっぱり中に入ってみないと会社の組織ってイメージしにくいじゃないですか。はい、だけど とりと小学科で扱う取引ってやっぱり日々皆さんやってますよね。例えば携帯電話を買いますっていうのはお金と携帯電話を交換してる、まあ、取引してるわけですよね。えー、であと旅行に行にきますっていうのも実は えー、旅行代金を、まあ、皆さんが払って、まあ、あのエアラインに乗ったりホテル泊まったりする、まあ、これ日々あのかつ皆さんの日常の中にある活動なのでそういった面ではすごく身近なものとしてあると思います、まあ、ただ会社に入るとね当然経営学科で勉強する内容も知っておかないといけないし、えー、勉強していかないとついていけませんが基本的にまず学びやすさから言うとですねぜひ小学科、えー、おすすめかなと思います。 確かにその、ある会社をどう経営するかよりは、一般的には関心があるのって、商品ですよね、そうですねあるいはサービスもそうです、ねど。どこの会社のラーメンとかじゃなくてあの、ラーメンが食いたいんだみたいな。そ、うん、そうですそうでですす <laughs> で大事なのは、やっぱりそれをあどういうラーメンを食いたいとか、あるいはどういう商品が欲しいとかって言った時に、やっぱり自分が欲しいものを、まあ、開発する、あるいはそれを、まああのー、買いに行くっていうことはあると思うんですが、逆に開発するって話になった時に、相手の欲しいものを見つけてこないといけないですよね。そそそれががやっっっぱりあのやっぱりそこでで学ぶのの理論であったたたととかそういい技術みたいなものを習得すると 効率的に効果的に相手の欲しいことを理解できたりするということになると、まあ、ヒット商品とかヒットサービスっていうのも作りやすくなるとこういうような形ですね、うんはい。このヒット商品ってどうやったら出るんだろうっていうのはやっぱりこうお客様の声をマーケティングで調べたらいいんですかそうですね、まずは第一、一番スタートポイントってマーケティングの場合のスタートポイントっていうのはまずお客さんのことを知りましょうと。その中で、うん お客さんの欲しいものをうまく発見して、その発見をした問題を解決するような商品、サービスを開発して提供しますと、このスタイルって言いますかね、流れになりますので、となると、まず第一番目にお客さんのことを理解するということが大事になっています。ただですね、近年、やっぱり難しくなっているのは、お客さんがこういうものは欲しいですとか、食べたいですって、なかなか言ってくれない。すでにに物の中に あものがサービス溢れてますので、となると。うん、さらにお客さんを、が。えー、言葉にできないような、欲しいものを見つけてこなくちゃいけない。こういうことが今求められたんですよね。あの、アンケートで、お客さんにどんな商品が欲しいですかって。取って、はい、その通り出したら、売れなかったって時々起きますよね。ありますよね。これ。実に不思議なんですけど。うん、実は企業の担当者もその辺悩みなんですよね。 ですからそういうことが考えられる<ー>そういう考えを理解しているこういう人材を求められるということになってますので我々小学科の方ではそういうようなあのまあ 世の中の中ニーズですよねそういったものに対応でできる人材を育ててようとしていますでそのためにまあ今までなで、えー、よくあったアンケート調査以外にも我々のプログラムの中にはマーケティングリサーチっていう講義がありましてここにはやっぱりあのこうそういったアンケートを使った定量的な調査以外にも定性的に観察をしたりとかインタビューをしてそれを おまあ,あの言語化して分析をしてそこから新たなニーズを探索していくようなこういう新しいアプローチのー講義なんかもありましてそういうスキルなんかも身につけることができるっていうのは大きな特徴ですね、はい、正直関西大阪に小学部って他の大学にもいろいろあると思うんですけど受験生って偏差値が高くて有名な大学の方が勉強の内容もいいんじゃないかと思っている富士があって。うん 実際他の大学の小学部とかと比べて。 入ってからの教育内容ってそんなに大きく差があるものなんですかうんとまあ我々まあここで喋ってる上ではやっぱり差がありますとこう言わないとあの失敗ぱりにならないところなんですが実際差はありますまあ深くうん、うん、あのー、まあ同じ小学部あるいは小学科の大学もさまざまな工夫をされていますがそれぞれやっぱり独自な工夫をしてます、うん、で我々としてもそういったか活動はやってるんですがえー、といくつかポイントがありまして一つはですねやっぱり新しい そのマーケティング手法とかこういった奨学の手法をやっぱり我々教員メンバーというのは積極的に取り入れてるとでそれを講義の方に反映してるっていうのがうあのやっぱり、えー、大きな差かなと思いますでもう一つあるのは、えー、とプロジェクトバベーストラーニングって、まあ、PBL とよく言われる、はい、まあこういった、えーとまあ、社会連携なんかを含めてですね実際にプロジェクトを通じて学べるようなプログラムを用意していますで。これは何 何がいいいかというとう一般的にはですね講義の中でを受けて知識の移転、まあ、知識の習得をメインにするっていうのは今までの大学教育だったんですがその学んだ知識を実際に使ってみて自分なりのやり方を編み出していく。 こういうことができるようなプログラムも用意されているというところなので、まあ、よあの近畿大学の,この実学ってよく言われます、あの我々が評してますが、まあ、こういったものを実践できるというプログラムを実践的なプログラムがあるというのは、近畿大学の小学科の大きな特徴であるうそうですね、でちょっとです、ね、今のところで実践的なプログラムというのは、他の大学とかそこの小学系のた、えー、ところももちろんたくさんあるんですね。だけどですね、うん、その まあ実践的にっても社会、企業と連携するような、例えば商品開発プログラムっていうのは、かなりいろんなところでやってます、ただですね、はい、どうやったらうまくそういう商品開発とかサービス開発ができて、最後ですね、どういう形で商品化して、世の中の人たちに買ってもらえるかというところまでつなげてやってるところって、多分数少ないと思うんですね。まあそういうういいプログラムを我々も用意できてるというのが、まああー アピール材料になるかな、というところです。はい、わかりました。ズバリ、就職でバッチリ結果を出した学生っていうのは、何が違ったんでしょうあ？これはですね、やっぱりですね、まあ、大きく二つはあるかなと。一つはきやっぱり企画力、企画力、えー、企画力、企画力っていう。中には、今日、お話もお出ましたですね、やっぱり、その。お お客さんのことをよく理解して、そこから問題点を見つけるっていう、うん、こういう能力を身につけた学生ですね、こういったところ、やっぱり一つ大きいところです。あともう一つはね、やっぱり実験力とか実行力、やっぱり考えただけでは、やっぱり今わからないこと多いので、とりあえず小さいことでもいいからやってみるっていう、実験をすぐやるような学生、ここはね、この2点を持ってる学生って、やっぱり評価されてます。 もちろんあのよく言われるコミュニケーション力だとか、えー、いうのはよくありますがそれはもうベースとして前提とあるとしてもその2点が最近特にですね評価されてるような気がします小学校であればいわば就職したい会社の人たちがお客様と考えたときにお客様は私に何を求めてるんだろうっていうのはやっぱり考えるんでしょうね。 おっしゃる通りですねあの多分これの辺りが小学的思考かなと思うんですがやっぱり他者のこと、うん、相手のことを,をまず考えてそこから自分はどう行動すればいいのかなというこういう思考回路ができるのがこの小学科の大きな特徴なんですね。うん、となりますと就活でも今山本さんおっしゃっていただいたように 相手の面接官、あるいはそこの会社が、ですね、一体どういうことを、どういう人材を求めてて、どういう人間を,を採用したいのかというところは事前にリサーチし、えー、こういったその面接なんかのやり取りの中でも、ですね、えー、一体こういうことを聞かれたときには、どういうことを意図した質問なのかということを汲み取ってです、ね、発言できる。 こういったところからでも、ですねかなりまあ発言内容とかコミュニケーション内容なんかでも、ですね差別化したことが言えてるのではないのかなという気がします。いやこれをご覧になっている高校生の皆さん、大学を出た後の就職っていうときに、おっしゃる通りです。からそうなんです、えー。そういった面ではではすねあのー 多分関心があるところは一体まずどんな分野なのかなというところが就職先として関心があると思う、はい、かなと思うんですがこれはですねあの小学科の場合ですね、えー、と一応3つのコースがありまして1つはマーケティング戦略コースという。 コースがありますこれはどちらかというとメーカー,、まあ、ー,カー企業に中心になって、まあ、商品開発だったりあるいは広告だとか、まあ、こういったような仕事に就くということなんですね。で2つ目はですね、えー、と貿易ファイナンスっていうコースがありましてこちらはまあ金融であるとかですね商社こういったところをの専門知識を身につけると。 あと観光サービスというコースがあるんですが、こちらの方はサービス分野と観光分野ということになります。そういった部分なんですが、なんかその多様な分野があるけど、なんか奨学科って広すぎるんじゃないと、こういうことを言われる可能性があると思うんですが、このあたりっていうのは、かなり広い分野で活躍できる人材が育てられてるっていうことと、あと共通点は何なのかっていうのは、今日お話があったように、やはりお客さんのことをよく知って、 でそこから次の新しい、えー、問題を解決するような商品サービスを提供できるというこういう能力がある面でどういう分野でも求められているのでこれだけ広い範囲のところでも、えーまあ、いい、えー、人材が供給できているとそうすなるとそうなるとなんか相場な的でなんか専門性がないとこうあの思われるかもしれませんが。 業界、業種の専門性とあと仕事の能力の専門性は、まあ、今後ですね分けて考えていってもいいのかなと思うんですね。で仕事の えやっぱり、うまくやっていく専門性というのは、ある面でどの分野でも求められる部分では共通性がありますので、そういったところで、小学家のまあ特に冒頭に言いました、取引を積極的に行うとか、新しい取引を作っていくという、こういう能力というのは、ですねどの分野もやっぱり対応できるというところ、あるいは求められているというところにつながっているのかなと思います。はい 平田先生ご自身はどういった研究をなさってるんですかはいえー、っとですね私の研究はですねえー、っとイノベーションとデザインなんですね。はい、で熱いですね。熱いです。ありがとうございます。デザイン。デザインっていうとですね、あのなんとなく、いや、それって美術系の大学じゃないの、えー、と。 こうイメージされるケースがあるんですが、あのー、最近、あの経済産業省なんかもですねデザイン経営というような言い方をしてまして、広いもっと広い意味のデザイン、まあ、もうちょっと一言で言うと、ですね創造性をもの能力を高め能力を持った人材を、えー、求め始めているんですね。でここの分ここはじゃあ創造性って どうなのかというとですね多くの人たちって大体センスとかもともともっと生まれた能力ってこういうふうに思いがちなんですが、えー、と我々のこの私が研究しているこのデザインの分野はこの創造性を再現していこうと。で誰もが創造的な えーまあ、あの能力を身につけることができるっていうところのプログラム、これ教育プログラムですが、これをあの導入して、まあ、これを、えー、とイノベーションはやっぱり新しいことを生み出すということにつながるので、まあ、イノベーションを生み出せるような、えーまあ、研究はどういうふうにあったらいいのかっていうところを研究しているとというところですね、はい、先生、ご自身は高校生の頃どうしてこの分野に行こうというふうに思われたんですか。 あ高校生の時は私理系だったんですよ。はい、で、えー、と高校生の時に僕は経営とかに行くつもりは鼻からなくてエンジニアになりたたかっんですから大学も工学部ですしで、えー、と卒業して入った会社は実はまあ理系採用だったんですが。 えとまあ、だから理系を高校の時は選んで、大学も理系を卒業して、僕、材料工学をやってました。で、その関係で、そのまま卒業して、就職して、研究所に入ったんですが、新規事業をね、会社がやるっていうことを、まあ、あのー、開始してで、人材を公募したんですよ、社内公募。で、僕、研究所から手を挙げて、新規事業開発の舞台に入ったんですね。でそこから、うん このマーケティングと出会い、えー、経営学と出会い、でえーとまあ、大学院をそこから、あのー、入って、えーと、勉強をして、ですね、現在に至るところなんですが、新規授業の時にやっぱりマーケットのことをよく知って、やっぱりビジネスを組み立てるっていうことをするときに、やっぱり小学って勉強しとかなくちゃいけないなと、こんんな風に思ったんですねで。そこが入ったきっかけです。はい なるほど。理系から入られたんですね。おっしゃる通りです。はい、はい、これから小学科に入りたいという高校生にですね。まあ、高校時代にこんなこと勉強しておくといいよ。とか読んどいた。本が良い本などありましたら。 お聞かせください私、あのー、いくつかあるんですがまず1冊目なんですが、えー、っと先ほどデザインというお話がありましたで実は経営学部の中で、まあ、4学科ありますが4学科の先生方が横断的に 実際に執筆したデザインの,、まあ、あのテキストのような本をこの前出版しました。これ2021年の4月に出版したんですが、えー、とこちら DX 時代のサービスデザインという本ですで。こちらはですね非常にこの先ほど説明した経営におけるデザインの、えー、考え方そしてそれをどうやって身につけたらいいかということがあの書かれていますので、まあ、ぜひ一読をお勧めしたいと思います。はい えっともう一冊ですがあの、これはですね、実際にやっぱり、えー、っと僕はやっぱりあの目標を設定するときに、なんか目標とする人を設定した方がやりやすいかなと思うので、えっとまあ、起業家になるもしかり、かつ、えー 大企業で活躍する、中小企業で活躍する、これもしっかりなんですが、新しいことを生み出していく、まあ、こういう能力をの人ってどういう人なんだろうということを理解してもらうために、えー、と山口恵里子さんが書かれている「裸でも生きる」、えー、あるいは「サードウェイ」<ー>、この本を、ね、ぜひお読みいただきたいなと思います。あの山口さんはあのマザーハウスの代表取締役社長なんですが、 えと大学時代に起業されて、バングラディッシュで、えー、バッグを作り、えー、と今あの、発展途上国からあの世界に通用するブランドを作るというです、ねえー、ブランド哲学を持ってです、ね、活動して、実際、彼女がどういうような経緯で現在に立ってるか、そして今の考え方は何なのかというところがあの理解できる本なので、これはぜひお勧すすめしたいところです。 で3つ目なんですが、えーと、これはですね、先ほどのデザインの話と関連するんですが、えー、とこのクルガーセンっていう執筆者がいるんですが、これは MIT の先生ですが、えーと、問いこそ答えだっていう答えがありあの本がありますで。これはですね、どういう本かというと、実は受験勉強も、実は大学の授業の大多数もですね、大部分は問題の解決能力を引き上げるための、 まあ、教育プログラムなんですねで実は今後求められるのは<ー>えとやっぱりあのコロナ禍以降混沌とした不透明な世の中になっているからな,なればなるほどですね、まあ、今後もこの状況っていうのは、えー、とコロナが改善されても続くかなとでその時にやっぱり求められるのは新しい問題を見つけてくること。 これが大事かなと思うんですねでそれがなぜ大事なのかということが書かれている本で、これおすすめです。で、それをやっぱり実践する上で、どういうようなことを勉強したらいいのかっていうことでもう1冊、最後にご紹介したいのが、はい、えとトム・ケリーとデビッド・ケリーさんが書いた、まあ、クリエイティブ・マインドセットという本です。でこのお,お,お二人はですね アイディオというですね、サンフランシスコのベイエリにあるデザインコンサルタント会社のファウンダーなんですが、えーと、この2人はですね、経営にデザインを持ち込んだ、デザインの考え方を持ち込んだ、ある面であのフロンティアなんです。で、えーと、この方の本もものすごく分かりやすくて、えー、と経営におけるデザインの役割って何なのかということが理解いただけると思いますので、この本を読んでいただいて、ぜひね、小学科の学習プログラム、あるいは教育、こういったところに関して、 思っていただいたらいいかなとこんな風に思っておりますありがとうございますこの動画最後まで見た高校生の皆さんあなたはお目が高い大学の先生が勧める本って本当に素晴らしいんで買って読んでくださいそれで予習しとけば合格バッチリでございますというわけで本日は小学科につきまして広田先生からお話をお伺いしました先生本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました